平野紫仕様の歩く姿にファン魅了。彼氏感あふれる線路沿いのプライベート散歩が大反響。元キングプリンスへのメンバーである平野仕様氏が、ジャニーズ事務所を退所して滝沢秀明氏が設立した新会社とべに合流してからというもの、その存在感と魅力をますます増しています。 最近、彼が SNS へに投稿した線路沿いでのプライベート散歩動画と写真がファンの間で大きな話題となりました。彼の歩く姿は多くのファンにとって彼氏感最高と評され、1日で100万件を超えるいいねを記録しています。 本記事では、なぜこのようなプライベートな瞬間がファンにとって特別であり、平野耀氏がどのようにして彼らの心をわしづかみにしているのかについて詳しく探ってみたいと思います。平野耀氏の歩く姿がファンの心を捉える理由は、彼の人間味に溢れた自然な姿にあると言えるでしょう。SNS に投稿された線路沿いでの散歩動画では、 彼が一般の人々と同じように日常的な瞬間を過ごしている姿が捉えられています。その中でも電車が走る線路沿いを歩く後ろ姿や横顔は多くのファンにとって新鮮で特別なものとなっています。このようなシンプルでありながら親しみやすい姿が彼氏感と称されファンの心をぐっと掴んでいるのです。また、 彼がプライベートな場所であるはずの散歩中にもかかわらず、ファンに近しい感覚を抱かせる投稿も話題になっています。例えば、電車の写真を撮ろうとしている瞬間やサングラスをかける仕草など、さりげない一面にファンは共感し、さらなる愛着を抱いているようです。平野志陽氏がファンに強く支持されているもう一つの理由は、 彼の人となりや芸術性に対する真摯な姿勢です。音楽や演技に対する情熱が投稿やインタビューを通じて伝わってきますし、それらの創作活動を通じてファンとの絆を深めています。加えて、彼の SNS 投稿には常にポジティブなメッセージや感謝の気持ちが込められており、ファンとのコミュニケーションを大切にしていることも彼の人気を支えています。 平野紫耀氏の歩く姿がファンに大きな反響を呼んでいるのは、彼の自然な姿や日常的な瞬間をファンと共有する姿勢が根底にあると言えます。彼のプライベートな面を覗かせる投稿は、ファンにとって特別な瞬間として受け入れられ、彼との心の距離を縮めるきっかけとなっています。加えて、真摯な姿勢とポジティブなメッセージが、 彼のファンとの絆を強固なものとしています。これからも平野紫耀氏の魅力的な姿にファンは胸を躍らせることでしょう。